次のニュースです。昨夜、元 Y 学園風紀委員長の天海エルナ氏が会見を行いました。私、天海エルナは日本から独立して国を作ります。その名もきら星共和国。というわけで、 Y 学園の敷地は全部きら星共和国ということになります。なんだそりゃ。独立だと。もちろん Y 学園も日本政府もあらゆる手段を講じて阻止しようとしたわ。だけど各国の首脳陣が彼女の宣言を支持する意向を表明したの。おそらく事前に手を回されていたのだ。これでは私たちには手が出せん。天海エルナは彼女に従う風紀委員会の残党を連れ、力ずくで風紀タワーを占拠。加えて妖怪ヒーローの変身を封じる装置をタワー内に設置したと通告してきたの。確か TJG と言ったかしら。トランスジャミングジェネレーター、つまり変身妨害装置ね。むやみに突入もできないというわけか。じゃあ打つ手なしってことですか。いや、今こそ我々は次のステージに進む時かもしれない。次のステージ？エイリアンとの戦いにおいて、それぞれがバラバラに戦っていては勝てない。思いを同じくする者同士で結託し、奴らに対抗する力を集めなければ。生徒会、学園マフィア、Y 研が垣根を越えて協力するということね。おお、なんか面白そうじゃん。ナイスアイデアだ、霧隠れ君。我々も全力で支持しよう。ではここに、進化した生徒会、地球決明生徒会の結成を宣言する。地球決デカ選手権。違うから。それで何か策はあるのかね。キラボシ共和国攻略に向けて一番の障害はやはり TJG でしょう。まずはこれを何とかしなければ。だったらいいものがあるわ。これよ。それは Y 研が開発を進めていた新たなガジェット、 UR ウォッチガイオ。なんかすごそうな新ウォッチ来た。このウォッチは揚力ではなく外野エネルギーを使って変身するの。だから TJG の影響は受けないはず。外野エネルギーって何ですか？強い生命力を持った生命体が星と交信して生み出す特別な力よ。命あるものなら誰もが持つ力だけど、変身できる力を持つものはほとんどいない。そんな特殊能力を持つものが都合よく見つかるだろうか。我々の中に使いこなせるものがいれば話は別だよ。実はね。それなら心当たりがあります。あ、ナユさん。ガイアエネルギーを操れる人物に心当たりがあるというの？はい、それはマタロウさんです。僕が？マタロウさんには本人すら気づいていない、とてつもなく大きな力が眠っているんです。さらに、そこまで意外なんかーい。そろそろ姿を現してはいかがですか？ほほう、私の存在を見抜くとは。アンドロメダオス星人の女、さすがだな。誰？私はタイトロン星人、テイダスと呼んでくれ。いや、宇宙人だったんだ。どうして僕の体に？私が隕石となって地球にやってきた時、前世のお前と衝突し命を奪ってしまった。
故意ではないにしろ、そこ知れず申し訳なく思っておる。その詫びとして私はお前の中に宿り、道を示してきたのだ。じゃあ時々変なビジョンを見たり、たまたま運が良かったのも私の力によるものだ。そういえば強いやつが好きって言っていたバケーラが最初に取り付いたのはジンペイ君じゃなくてマタロウ君だった。それってつまり、ふん、私の力に無意識に反応したのかもしれないな。そうか、やっぱり僕がここまでやれたのは僕自身の力じゃなかったんだ。でもだったらもっと力を貸して、僕を強いヒーローにしてほしいんだ。残念だが、お前の体はまだ私の強いパワーを受け入れるだけの器を持っていないのだ。僕ではダメなの？そうと決まったわけではない。要は魂の器を広げればよい。私の特訓を受け、真のヒーローとなる力を身につけるのだ。話はまとまったようだな。期待しているぞ、タマだ。は、はい。じゃあ、マタロウ君に UR ウォッチガイを渡しておくね。よかったね、マタロウだけ変身できなかったからね、今まで。おお、これが、クウカ先輩、ありがとうございます。それとジバ、お前にも解決してもらいたい問題がある。あ、なんだ会長。ミケッティオについてだ。ああ、好きあらばジバ君の命を狙っておるからな。いざという時に、もしミケッティオがトラブルを起こしてしまったら。そうだ、命取りになりかねん。今のうちに和解を試みるべきだ。わかった、まあなんとかなるだろう。言い方軽っ。ちょっといいかしら。あなたたちの耳に入れておきたい情報があるの。最近 Y 学園の敷地内で怪しい影が目撃されるようになった。タイミング的にキラボシ共和国側の工作員である可能性が極めて高いわ。被害が出てからでは遅い。問題が大きくなる前に怪しい影の正体をつかむのだ。わかりました。なんかいろいろ忙しくなってきたな。腹が鳴るぜ。ジンペイ君、腕ね。ではこれより地球決明生徒会の活動を開始する。おなんかすごい展開になったね。何するんだっけ。ジンペイ君、話聞いてた？工作員でね、僕がヒーローになるための特訓。そしてジンペイ君はミケッティを何とかしなきゃ。おお、そうだったそうだった。そして学園に潜んでいる怪しい影の調査か。どれも無視できない重要な案件となる。確実にクリアしていくぞ。あ、やってやるぜ。ってことは3つやらなきゃいけないのか。ミケッティオと工作員と、あとなんだっけ結構難しさえぐいなこれ。ああ、さあそれではね、じゃあちょっとマタロウの方から行こう。うむ、魂の器を広げればマタロウがもっとなんかあれなんでね、ヒーローの資格を得られるんだよね。難しさ、さっきのやつよりはちょっとマシかな。ピコピココントローラー手に入るよし、ではまず商業エリアに広がる砂浜に移動するとしよう。言っておくが、私の特訓は甘くはない。入念な準備を怠らないようにな。おう。それとマタロウは必ずパーティーメンバーに入れてくれ。あー、マタロウね、めちゃめちゃレベル低いと思う。では待っているぞ。
マタロウなんか使わねえからな。僕の運の良さはティーダスさんのおかげだったんだね。じゃあマタロウくんが言ってた入学儀式のビジョンも？私だ。マタロウに迫り来る危機を知らせたかった。犬特命隊の攻撃避けたのとかそれっぽくね。そうだな、とっさに守らなければと思ったのだ。じゃあきっとあれもそうだな。トイレに急いでて漏れそうで漏れなかったあの瞬間。ん？そうだな、実はそれも。いや、さすがに違うよね。あ、でも意外にレベル高かった。268だ。でも装備品が装備品が限りなく貧弱だと思うけど。おう、それではこれよりマタロウをヒーローとして覚醒させるべくタイトロン式絶体絶命トレーニングティーダスブートキャンプを開始する。なんだそのドン引きしたような微妙な顔は。ヒーローたるものどんな過酷な訓練でも自信を持って挑戦し成し遂げるものだぞ。そう、さあ準備はいいか。さあやっていこう。特訓だ。あれ、まあいつと戦うんじゃないの。はい、多少はレベル上げとかしてたから全然そんなに苦じゃないけど、これレベル上げとかしなかったら結構大変だったと思う。おお、どんどん出てくる。うわ、すげえ出てくんじゃん。このワニワニパニックっていうの初めて見る。マタロウ、これくらいにしといた方が。テレビのヒーローは悪と戦うために毎週命がけで戦ってるっていうのに、僕はこんな特訓すらも満足にこなせない。僕にはやっぱりヒーローになる資格なんてないんだ。マタロウ、君は十分にヒーローになる素質がある。足りないのは自信だ。自信とは自分を信じる心、自分の力を信じる強さのことだ。僕はティーダスさんの力でたまたまで生きてきたから自信なんて。いや、君はここぞという時ちゃんと自分の力で乗り越えていたぞ。え？やべえ、新しいやつだ。サメキ、小次郎。宇宙人？こんな時に。こんにゃろー、何しに来た。エルゼメキアは手ぬるい。邪魔者は迅速に消すべきだ。エルゼメキアとは別派閥の敵ってこと？そんなところだな。さてと、それでは死んでもらおう。まずはお前だ。え、吹雪さん。マタロウ、お前はどんなヒーローになりたいんだ。悪いやつをめっためったと倒せ、最強のヒーロー。そうか。だけどな、それはじいちゃんから言わせれば最強のヒーローではないな。え？本当に強いヒーローというのは
大切なものを守れるもののことだと思うぞ。大切なものを守れるもの。死ねえ！やめろ！吹雪さんを絶対に助けたい。僕が助けるんだ！マタロウ、自分の力を信じろ。信じるのだ。マタロウ、ヒーローになれ！なれる。なってみせる。変身！正義の光で悪を焦がす太陽の戦士ティーダイン。声も変わるんだ、すげえ。うわ、すげえぞマタロ。でもなんかマタロっぽくないね。なんか霧隠れラントっぽいな。マタロくん変身か。しかもデータにない未確認体とは。しゃーく、面白い。その首、マゼラ様への手土産にしてやろう。お前たちの好きにさせるものか。行くぞ。これは何の技だろう。残念ながらさっきの技しか使えないけど、もう一回ぶち込んでみようか。何の技かよくわからない。ヘビの5秒。どうだ、終わりだ。お、技使ってくる。うわー、お、なんか来る。早い。変身溶けちゃった。ハイパービート。お、チャンス来た。ほい、ヘビーになるぞ。あぶねえ。ヘビーメタルズ、ハイパービート。さあ、ともうちょい。ちょっとマタロウ今現時点では技一つしか使えないから千秋に変更した。ハイパービート、ヘビーメタルズ、PG ブラスターっていうのしか使えないもんね。ああ、マタロウ。よし。う
怪我はなかったようだな。ありがとう、マタロウくん。はあ、よかった。いや、まだだ。大事な目的を果たすとしよう。行っちゃった。風紀タワーの TJG を破壊してきた。これでもう変身を邪魔されることはない。嘘、早いな。そんなあっさり壊せるんだ。え？あの一瞬で？すごい。もしかしたら最強のヒーローの誕生。なんだったらもう風紀タワーごと吹っ飛ばせばよかったんじゃないかな。ついにやったな。うん、ありがとう純平くん。やっと僕もヒーローになれた。純平くんたちのようなヒーローに。おめでとう、マタロウくん。ありがとう、みんな。でも、すごいのは僕じゃなくて、僕の中にいるティーダスかもしれない。けどこれで、本当の意味で純平くんたちと一緒に戦えるようになったんだ。今はそのことを何よりも喜ばなきゃね。